渡る縁し、渡る縁もし、詳しい。いよいよ縁。朝定六年十月二十四日は、南総中期の重心。寺は、同宿。高僧の知性に、右上将を務めた、文博の子。明州県の人。風号は、守る王。送り名は正婚。広博六年、影くらいにより、正次郎に任官し、二年後に、千吉郎に部任された。敦博十四年。 過去に旧大して、紳士となり、小記念館には、代理寺市職、退場寺守簿などを歴任する。軽減2年に、再び代理寺職に転任したのについで、宮中教授を務めた。以後、通密院編集官、後部郎官、総省状、父州、被災巨雪に失念平を経て、開き期限年に、国史院編集官、秘書所官、貴居郎に就いた。回帰2年。 当時の最小であるカンカブトが金との剣道和訳を破棄して北伐に乗り出したが、市渡る縁は出兵に反対した。翌年、レー部次郎となり、北伐に失敗したカンカブトの罪状を弾劾しており、和平派の主張として要皇后と共謀し、カンカブトを殺害する政変を主導した。そして、カンカブトの支給を金に送って、主戦派を抑え込んだ上では訳を成立させた。 家庭元年正月、政変の論功交渉で、指数密院時に昇進し、同年6月には産地政治を兼ねた。10月に、右上昇に任せられてから、母の服務のためにしばらく宮高知をしたが、翌年5月に復職されて、眼下部との粛清に協力した、先祖祖、AK らを追い出し、単独最相として、名実ともに、朝廷の体験を掌握するに至る。 内政においては、中所文科省、数密院、大官の養殖に、四騎、または三教と呼ばれた自らの側近、官僚を起用し、行政の実務を統制する方式で、政権基盤を固めた。一方、軽減闘金以来の理学に対する弾圧を解体し、手記、長男事具などの名誉を回復させたり、釈力を与えながら次大部の世論を懐従することにも、気を使った。 家庭十三年、慶魂大使の死去に伴って、代わりに、定位継承者に内定された長と不安になると、縁王、長徳将の後衛である、長遥をイルミアさせた。家庭十七年、根井隆氏の宝御に際して、長を廃し、李州を擁立している。古州へ追放された長は、無本に巻き込まれて、死渡る縁が送った資角に殺された。宝教元年6月、大使、 義国公を加蔵されたが、大使の称号は誇示して受けなかった。さらに、露国公に改め風。昭定3年12月、李州の象直により10日に一度だけ入庁して、政務の面倒を見ることができる礼遇が許される。昭定6年10月、大使、佐上省を拝命され、会計軍王に進む風したが、すぐに病没。中書令が追贈されており、 守る王に封ぜられ、正し婚と送りなされた。25年の執権期は、独裁宰相が登場した、南宋代を通じても、最も長いものだった。死渡る縁の知性に、南宋の民衆は、重税と開始の乱発に橋を発した、物価高による圧政に苦しめられ、文字主義が重んじられて、軍事力が低下するという、南宋滅亡の永遠が作られた時代でもあった。 ありがとうございます。